肩について拍手の運転す事故防衛それ流行ってるわけ孤独主義甘ったれの間で大ブレイク意味はないとかごまかすなよ汗まみれでよくもまあつま先まで理論武装何と張り合ってるんだか誰と戦ってるんだか誰かがつぶやいた汚れてしまったその肩を叩いたその手も汚れてた与えられた餌の味わからないけどまず批評祭の基準は隠れて読んだ週刊誌変わったふりを見透かされて芸術的な言い訳わきまえた大人の顔守るものでもあったのそれともすでに飽きたの誰かがつぶやいた忘れてしまったその声が聞こえたことすら忘れた冷めたふりがしたいならもう少し賢くやれ今更何を怖がる嘘を嘘と思わずに人を人と思わずに話してみたい。ありがとうございました。